とりあえずうまい。もちろん今日勝つつもりでいたけど、いっぱいしちゃったけど、まあ今日はいずれにしてもあいつとマコックと真っ向勝負でいくと俺決めたから、まだ今日始まったばっか、終わったわけじゃないから、この借りも必ずあの真川に返すから、とりあえずギービル、ああ2年前にあいつとやった時勝ってるかもしれないけど、まだもうそれから2年経って分かんない。もうでも俺は必ず勝つから。何目も言ったか、あんなも通用しねえバカ野郎、でも強くなったな小僧、強くなった、あの草野郎入ってきたばかりの時俺の前ゾウリ持ちやるさあの野郎、大したもんだ、あそこまでよく上がった、俺何でも言ってる、あいつが、自分をレスラーと立ててからケオスに行ったじゃねえか、そこでよ中村があの野郎カバーしたじゃねえか、てめえの小僧にしとけや他のやつは文句は言えねえ、なんでか分かる？シニオンプロレスだよ、生やしい友達ごっこじゃねえんだ、ちょっとでも油断してくれ、味方だろうが何だろうが噛みつかれて終わりだ、強くなった、ただ一言言えることはよ、俺に強くなったって言わせるってことはよ、まだまだ俺の余裕あるってことだ、分かってんだろ、これ吉橋が聞いたら、また高みを望むだろ、それでいいんだ、敵は強大なのが面白い、だから俺は歌ってんだ、いいぜ、いつでも来いよこの野郎、俺も何年もやってるな、モンバーみたいなことな、プライベートでも試合でもよ気に入らねえやつ来たらとうとうやっからな俺、新日本プロレスそんな甘い世界じゃねえんだよ、いいじゃねえの、なんていうのかな、あの辺の小僧が力を上げてきたってことで、俺もちょっとばかしさ、いいんじゃねえのなんて喜んだけど、俺いつでもよ最後の最後までよな、ぶら下がっていやいやしがみついてよ、奴らの壁になってやる、そして叩き潰してやる、そしてひ弱なチャンピオン強いもんにしてやるよ、その文句ねえだろう、まずはこの G1 クライマックスで、のがきたりてるやつがいっぱいいるだろう、そいつら全員倒したらどうなる、面白くなるな、面白くなってきてるよな、おい、いいぜ、俺たち俺みたいなお前キャリアも何年なんだ、もう22年だろ、22年のよ年寄りだろお前、言ったらプロレス界に言ったら45だぞお前、今年6だぞお前、この俺にこんだけ歌わせんだ、てめえら覚悟しとけ、言いたいことはそこだけで、何かあるねえの、そこあるだろ普通、用意しとくべ、なあなあ、じゃあ愛と岡本お前言ってみろ、言ってみろ、おい逃走の記者としては瞬間的に来るだろ、瞬間的にこれだと思うよな、言ってみ、何でも何でも答えてから、まあ、白星発進でかなり景気いい感じですね、いいね、いいね、いい、確かにそれ、真壁選手はスロースターターのイメージがあったんですけど、最初からやられたからな、でも俺なんか不思議だよ今回よ、なんだ、前日記者会見で俺言った通りさ、なんか肩の上が軽くなってんだよね今な、なんていうのかな、こう安全牌じゃねえんだよな、なんていうの、今までさこう自分のその血気盛んにこう燃えまくるものがさ45にもよまって前に前に出過ぎてたんだよ、それをちょっと自分でさ自制すること覚えたんだよな、そしたらなんかよ試合が集中できて面白くなってきて、だからだろうな、面白かったら次誰だ、誰がいる、次のリーグ戦誰だ、分かるか、誰も分かんねえ、おいちょっと待ってくれよお前たち、普通の記者さんなら分かる、新日本プロレスのオフィシャルだったら分かるだろう、さあ誰だ、お前ちょっと後で控えつこいお前ほんと控えつこい、ほんとにお前みんながいる前でお尻ペンペンだからなお前、まあ今日は試合終わってから饒舌だからよ、いい感じだ、まあ何言ってんの、俺もう2009年 G1 優勝、そんなもんみんな誰も知らねえよ、
新たにまた歴史作りゃいいだろ、それだけで。